名古屋市営地下鉄名城線。名城線は、愛知県名古屋市東区の大曽根駅から、同市中区の境駅、金山駅、同市地区区の名古屋大学駅を経て、大曽根駅までを環状に結ぶ、名古屋市営地下鉄の路線の相性。名古屋市高速度鉄道、第2号線の一部、大曽根境金山と、同4号線、大曽根名古屋大学金山から構成される。ラインカラーは紫。 藤色で、名城線で使用されていた線形のウィンザー・イエーローの、車体に補色である紫色の線が巻かれていたことに、由来する。駅ナンバリングで用いられる、路線記号は M。なお、路線としては、上記の通り、大曽根駅から、左回り基準であるが、列車番号は、名古屋ドーム前、八田駅から、両回り、同等。駅番号は、金山駅から、右回り基準で付されている。 すべての駅で、マナコ、2011年2月11日に導入などの、交通系、IC カード全国総合利用サービス対応カードが、使用できる。2004年10月6日に4号線、名古屋大学駅から、八ゴ駅を経て新玉橋駅までが開業、大曽根名古屋大学金山間が全通し、2号線、大曽根堺金山間と合わせて、 名古屋市営地下鉄初の環状線が完成、日本初の地下鉄環状運転が開始された。環状線の完成に伴い、環状部の愛称を、名城線、枝線となる二号線、金山名古屋交換の愛称を、名港線とした。日本の環状地下鉄としては、東京の都営地下鉄大江戸線に次ぐものであるが、大江戸線の環状部は、都庁前駅で、 スイッチバック型の配線となっているため、環状運転を行う地下鉄としては、名城線が日本で初である。全長は 26.4km で、JR 西日本の大阪環状線、21.7km より長く、大江戸線の環状部、27.8km、JR 東日本の山手線、34.5km より短い。 環状運転の実施以前は、大曽根金山名古屋港を名城線と呼び、それ以外の区間を4号線と表記していた。地下鉄の環状運転は、日本初であると同時に、ロンドン地下鉄サークル線、グラスゴー地下鉄、モスクワ地下鉄環状線、マドリード地下鉄6号線、ソウル交通公社2号線、北京地下鉄2号線に次いで7番目で、一周の距離では、 北京地下鉄10号線とソウル交通公社2号線に、ついで、世界第3位の長さである。環状運転により、名古屋市東部及び南部に伸びる、他の路線のバイパスとなったことで、東山線藤ヶ丘方面から、鶴舞線赤池、豊田市方面、並びに桜通線、野波、徳重方面への乗車時間が、 大幅に短され、名古屋ドームや水穂運動場へのアクセス利便性も向上している。1965年に開業した最後の区間である、堺市役所間に対し、最新の区間である、名古屋大学新橋間は2004年の開業であり開業年には、およそ40年もの差がある。この区間は一部が民有地の下を通っているため、地権者から建設差し止め、 土地収容の事業認定、収容採決取り消しの裁判を起こされたりしたことから、開業が遅れた。改め橋金山坂へ、大村間にある駅は、全体的に古い雰囲気があり、名古屋ドーム前や田本山水保運動場、東館にある駅は2000年代に開業したこともあり、全体的に雰囲気は新しい。名古屋市営地下鉄の中では、名港線、桜通線、東山線ともに、 路線が名古屋市内に収まっており、営業運転で車両が名古屋市外に出ない路線である。2005年10月6日より、従来の接近チャイムに代わって試験的に、接近メロディが名港線と共に全駅において導入された。東日本旅客鉄道、JR 東日本の首都圏の駅で使われている、桜井音楽工房の車メロディが使われていた。 曲名は、名城線左回りが、すすきの高原、右回りが、あざみの、名港線名古屋港方面が、トワイライト、金山方面が、光と風と、が、二千七年三月十九日からは、オリジナルのものに変更されている。現在使用している接近メロディは、名城線の左回りが、ランディング、右回りが、サークルポイント、名港線の名古屋港方面が、ハッピータイム、 金山方面が海という局である。金山駅、矢戸駅、元山駅、境駅を除く各駅のホーム番号は、左回りが一番ホーム、右回りが二番ホームである。名城線を金山から右回りの順に見ていくと、金山東別院間は大津通より西側を通る。東別院からは大津通りの東側に変わり、 東別院や場町間は前津通りの下を、や場町市役所付近は、久屋台通の下を通る。市役所付近で、大津通の下を通り、そのまま北へ向かう。黒川に着く手前で進路を東寄りに変え、名古屋市道名古屋環状線の下を通る。大曽根駅を過ぎると、名古屋ガイドウェイバスと並行になり名古屋ドームの横を通る。砂田橋を過ぎると進路をやや南寄りに変え、 丘陵住宅地の下を通る。元山水保運動場東館は山手、グリーンロードの下を通る。この辺りは、堀割構造の名古屋高速が通っていたり、地形の起伏が激しく、名古屋市でもかなり深い位置に、ホームがあったりコンコースまで道のりが長くなっている、駅が多い。名古屋大学駅付近は、名古屋大学のキャンパス内の地下を通っており、日本では全国的にも珍しい。 新玉橋から堀田を過ぎるまでは西寄りに進路を取り、愛知県道221号岩崎名古屋線の下を通る。堀田天馬町間は国道1号の下を通る。天馬町を過ぎると進路を北寄りに変え、伏見通、国道19号と国道22号の重複区間の下を通り、金山に戻る。電車はそのまま、坂へ大曽根方面に向かう。名城線では、 運転方向の案内に他の日本の環状鉄道路線で一般的な外回り、内回りではなく右回り、クラフワイズ、左回り、カウンタークラフワイズという表現が使われている。これは電車が右側通行であるか左側通行であるか国や地域によって異なるため外回り、内回りでは逆方向に受け取られる恐れがあることと走っている電車の位置が見えないトンネル内では うち、外という区別は、ふさわしくないとの名指向の判断や、路線図上も、右回り、左回りの方が、直感的でわかりやすいとする、ユニバーサルザインの考え方にのっとったもので、従来名古屋市交通局において、循環運転を行う市バスで用いられてきた表現を、踏襲したものとなっている、上足城11号、新たま13号系統など、環状運転の列車については、 ホームの接近表示器や車両の方向膜には、名城線、右回り、名城線、左回りと表示される。基本的な運行系統として、大曽根名古屋大学金山坂へ、大曽根間の環状運転、右回り左回りと、名古屋港金山、大曽根、名古屋ドーム前や他館で名港線直通列車が運転されている、名古屋港発の右回り、 左回りからの名古屋広域もあり、運転間隔の変わり目では両系統が入れ替わることもある。環状運転の所要時間は深夜、早朝は1四48分、昼間時間帯は1週50分、ラッシュ時間帯で1五52分である。ただし、名古屋ドーム前、八戸駅、または名古屋大学駅で運転間隔調整のため1分から数分停する列車もある。 昼間時間帯の運転間隔は、平日休日問わず、環状系統、明港線直通系統とも10分間隔であり、両系統が重なる金山坂へ、大曽根間は5分間隔、環状系統のみとなる大曽根名古屋大学、金山間は10分間隔で運行されている。校舎は、平日の昼間では上、飯田線に次いで、名古屋市へ地下鉄で2番目に運行本数が少ない。 区間となっている一方、早朝、夜間帯は名港線直通系統がなくなり、名港線が金山折り返し、名古屋港金山間の名港線内運転となるため、金山坂大曽根間も運行本数が少なくなる。また、深夜時間帯の大曽根方面からの左回りでは、名港工場への入庫のため名古屋港行きが連続するなど、 環状運転の列車との交互運転とならない場合もある。なお、環状改以前の日中は、金山坂へ大曽根間では、新玉橋方面の系統と名港線、直通系統が重なって4分間隔。大曽根名古屋大学間及び、新玉橋金山間は8分間隔であった。また、明港線直通系統が走らない、時間帯の新玉橋行きの行き先表示は、新玉橋、 名古屋港行金山接続となっていた。深夜帯のみ新玉橋止まり、水保運動場東止まり、名古屋大学止まりの運用がある。ラッシュ終了時や深夜帯に、環状運転していた列車が途中駅止まりに変更になる場合は、方向幕などの案内表示は原則として終点になる駅の次の駅で変更される。ただし、名城線左回りから名古屋港行きに変わる場合は、 新玉橋駅、名城線左回りが、深夜帯の、水保運動場東行に変わる場合は、名古屋大学駅、名城線右回りが、深夜帯の、金山行きに変わるときは、市役所駅で変更。例えば、名城線右回りとして運転されていた列車が、大曽根駅に変更される場には、名古屋ドーム前へ当たりて、案内表示が、大曽根駅に切り替わる。このため、名古屋ドーム前、 八田ヤ本山では、五条を防ぐために、ホームに注意書きが掲示されている。野球など、名古屋ドームで、イベントがある場合、20時頃までは、大曽根発着の系統を、名古屋ドーム前、八田まで臨時に延長し、それ以降の夜間帯は、通常の列車の合間に、臨時列車を入れて対応している。定期列車には変更はない。また、試合終了後の臨時列車の運行開始時間を、 決めるため、野球開催中は、交通局の職員が名古屋ドームに出向き、試合の状況を携帯電話で随時連絡している。また、2011年まで正月三が日は、臨時ダイヤで運行となり、明港線は基本的に金山を折り返し、名城線の環状運転、環状運転前は、新玉橋発着が増発されていた。 しかし晩年はおよそ12から14時代のおみこの形態となるなど限られたものとなり、2012年以降は通常の土曜、休日ダイヤで運行されている。大晦日の終夜運転は2009年大晦日以降は30分間隔で運行されている。環状運転開始前の2003年大晦日までは20分。 間隔、環状運転開始後の2004年大晦日からは25分間隔となった。25分間隔となった理由は、一周が約50分のため、ちょうど片道に編成で運行することができるからである。2009年大晦日からは、停車時間を調整することにより30分間隔で運行している。大晦日の終夜運転時及び車両故障などのトラブル発生時には、 当該列車を名古屋ドーム前、八田駅で、広行車庫に改装し車両交換を行う場合がある。その場合当該列車の乗客は、一旦名古屋ドーム前、八田駅でホームに下車し、広行車庫から入線する別の列車に乗り換えることとなる。なお、運転士、車掌は1週ごとに名城線運転区のある金山駅で交代する場合が多い。また、名古屋ドーム前、 や田駅で交代する列車もある。名古屋ドームを本拠地とするプロ野球球団中日ドラゴンズやイオン及び中日新聞社との協力により、同線をドラゴンズトレインという企画電車が走っていた。同線が選ばれたのは沿線に名古屋ドームがあるためであり、右回り、左回りの両方向で運行していた。毎年シーズン開幕と、 ほぼ同時に運行がスタートし、通常はシーズン終了と同時にドラゴンズトレインの運行も終了するが、中日ドラゴンズの成績次第では、クライマックスシリーズや日本シリーズの時期まで運行が延長される場合もあった。毎年運行初日から4月中旬頃までは、パソコン向けの交通局公式サイトにて、PDF 版の時刻表が提供されていた。 ドラゴンズトレインは車両に写真を印刷した特殊なシールを貼り付けているため、シール作成等のコストに膨大な費用が費やされることもあって、基本的には1日1編成のみの運行となる。そのため、PDF 版時刻表の提供終了後は乗車できる機会が少なくなる。ドラゴンズトレインは車両へのラッピング及び、車内の装飾がメインであるが、2009年シーズンまで、 中日ドラゴンズの選手会長を務めた荒木正宏選手のアナウンスを車内に流していた時もあった。なお、2012年以降、ドラゴンズトレインは行われていないが、名古屋ドーム前、八田駅の東改札口から一番出入り口に通じる通路の壁に中日ドラゴンズの選手や監督の写真などを貼り出す。ドゴンズロードは同年以降も毎年行われている。 明港線とは完全に共通運用であり、明港線専用の車両や、環状運転専用の車両はない。また、他路線の車両とは異なり車内案内表示装置、ハッチービジョンが設置された車両は存在しない。2016年、平成28年7月4日より、平日の始発から午前9時まで、女性専用車両を導入している。砂田橋駅。 矢後都駅間の沿線には大学や高校が多く点在する。特に名古屋大学、中京大学、ナムサン大学は名城線開業までします。または地下鉄鶴舞線しか交通手段がなかったが開業後は市内各所から各大学へのアクセスが改善された。鶴舞線沿線ではあるが名城大学へも新ま橋名古屋大学間の開業で大きく改善されている。 また2007年には、名古屋学院大学が名城線、西高蔵駅と名港線、日比野駅の間付近に移転した。2014年には、愛知学院大学の名城公園キャンパスが、名城公園駅付近に開校した。総務省の公共事業の需要予測調査で、道路線は1日の利用客数が2006年度実績で144,138人の、 予測の半分以下に止まって大幅に下回ったことから予測精度など改善をするように勧告が出されことになった。名古屋市営地下鉄名城、名工線の年度別の輸送実績を可表に記す。2003年度、平成15年度まではすべて大曽根名古屋交換 14.9km の数値である。標中、最高値を赤色で、最低値を緑色で表記している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。